マーク 41VLS 上面、ミサイルセルの蓋。マーク41垂直発射システムは、世界的に広く用いられている、ミサイル発射システム。垂直発射方式を採用しており、スタンダード、トマホーク、ブラなど、幅広い種類のミサイルを運用することができる。なお、ミサイル発射機単体としては別に、正式番号を付与しており、厳密には、 マーク41とはミサイル発射システム全体に対する名称である。マーク41はもともと先進水上ミサイルシステムの開発から派生する形で1965年、ないし1966年より着手された。アズムスは1969年にはイージスシステムと解消された。1976年には 基本設計が完了したものの、タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦の建造開始には間に合わず、最初の5隻では、ターターシステムと同じ連装式のマーク26が搭載された。その後、6番艦、バンカーヒルより、本機の搭載が開始された。現在世界で最も多く運用されている垂直発射装置である。典型的な VLS として弾薬庫が、 発射機を兼ねているほか、マーク41固有の特徴として、複数種類のミサイルを同時に並行して収容し、任意のミサイルを迅速に発射できることから、複合的な脅威に対する、優れた、対応能力を有する。1秒に1発のミサイルを発射することができる。またミサイルあたりのコストは、マーク26の半分程度であるほか、 省力性にも優れ、タイコンデロガ級では、マーク26搭載艦では11名必要とされていた。カインがマーク41搭載艦では8名に削減されている。マーク41システムは、下表のように垂直発射機を中核として、それを制御する発射管制装置などによって構成されており、構成機器等に応じて複数のバージョンに分けられる。 ミサイルの弾薬庫と発射器を兼ねるケースを最小単位としており、これを8セル集めたのが1モジュールとなる。このうちマーク158、159発射器については構成するモジュールのうち1つずつミサイルセル3つ分のスペースを使ってミサイル再装填用のクレーンを設置したストライクダウンモジュールが組み込まれていた。 しかし、洋上でのミサイル再装填が極めて困難であることから、マーク176、177では組み込まれなくなった。またその後、モジュール単位ではなく、単一のセルでの搭載が可能な機種も開発されており、マーク25キャニスターによるウェスムの死者を成功させている。ミサイルセルの高さとミサイルの種類。ミサイルセルには、 全項が異なる3つの機種があり、大型なものほど、より多くの種類のミサイルを運用することができる。アメリカ海軍が、これまでに運用しているマーク41はいずれも、ストライク、レングスモジュールを使用している。また、それぞれのミサイルは、専用のキャニスターを介して、ミサイルセルに収容される。マーク13はスタンダード SM-2MR、マーク14は、トマホーク。 マーク15はブラ用のキャニスターであり、シースパロー、エスム用のキャニスターとしては、一発のみ収容できる、マーク22と、一セルに4発収容できるマーク25がある。また、玉体が大型化した、スタンダード SM-2ER や SM-6、BMD 用の SM-3 を収容するための、マーク21も開発され、配備されている。 マーク41を最も早く搭載したのは、タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦の6番艦、バンカーヒル以降の艦で、上表の通り61セルのマーク158、発射機2機を搭載し、マーク 41VLS のシステム全体の故障としては、マーク41モッド0とされている。続いて、 スプルーアンス級駆逐艦の一部艦が全艦版のアスロック8連装発射機マーク16に変えて61セルのマーク158発射機1機を搭載し、これはマーク41モッド1とされた。またアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では設計時よりマーク41の搭載が前提となっていたため、その搭載する。 イージスシステム及びトマホークシステムの重要なサブシステムと位置づけられて、セル数について徹底的な検討が行われたことが知られている。この結果、フライトアツ2ではマーク41モッド2として、全甲板に29セル、5甲板に61セルを搭載した。一方、カナダの威力追い級ミサイル駆逐艦は、1990年代初頭に行われた。 トランプ回収によって29セルのマーク41を搭載し、アメリカ国外では初の搭載例となった。これはスタンダード SM-2MR の運用にのみ用いられている。これに対し、1994年より収益を開始したドイツ海軍のブランデンブルク級フリゲートではシースパロー艦対空ミサイルの運用に用いられており、 逆に1996年により収益を開始した日本のムラサメ型護衛艦においては16セルで垂直発射式アスロックの運用のみが行われており艦隊空ミサイルについては別に搭載した M48VLS16 セルで運用している高波型護衛艦からは32セルの M41 にまとめられたこの他にも採用が相次ぎ 現在では11カ国の海軍で16クラス173隻の艦艇に搭載されて運用されている。アメリカ海軍、イギリス海軍、オーストラリア海軍、オランダ海軍、海上自衛隊、カナダ海軍、スペイン海軍、大海軍、大韓民国海軍、中華民国海軍、デンマーク海軍、トルコ海軍、ドイツ海軍、ニュージーランド海軍、ノルウェー海軍、ウィキメディアコモンズには、 マーク41に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。